濡れた。こんばんは。そう、前髪切ったから視界が良好、素晴らしく。こんばんは。ヤッホー、こんばんは。こんばんは。そう、リングライトをね買いまして、今日なんか一回買ったんですけど、なんかネットで買ったんですけど、なんかそのライトがなんか多分不良品だったのかわかんないけど、つかなくて、ライトがなんか3種類つくライトだったんですけど、1種類しかつかなくて、なんかトークオンラインお話し会で使ってたやつと同じのを見つけたからそれを買ったんですけど、なんか接続が悪かったのかね、なんかあんまりよろしくなくて返品したんですけど、それから結構ね経って、あのねライトを買ってもらったので、まあ今はまだつけてないんですけど、つけてみようかな、ちょっと明るくなりそうだけど、つけます。あ、待って、めっちゃ発光してんだけど、しんどい。うん、白い方が良さそう。あ、これにしよう。どう？いつもより光ってますか？ちょっとフェイスパウダー、顔がテカテカしてるよ。めっちゃ眩しかった最初。いいですねこの色。いや詐欺じゃん、もう全然違うよね。いい感じ？どうですか？こんばんは。あ、さっきギフトくれた方ありがとうございます。これね、なんか携帯触るとブレるんだよね、ちょっと画面が。ありがとうございます。バラとかメロンパンとかハートとかありがとうございます。ありがとう。やっぱ光がある方が当たり前だけどいいですね、とっても素晴らしい。全然違う。もう一個開けてみようかな。これだと違う、そう、なんかあれだな。あ、これでいいや。メロンパンありがとうございます。ありがとう。あとハートもありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。ヤッホー。メロンパンありがとうございます。ありがとう、たくさん飛んできてる。ありがとうございます。ハートもありがとうございます。今日はね、現地でトーク会、こよちふやがラストの日で、でした。なんかすごいあっという間に感じました、今回。すごい早かった。こんな早かったっけ、トーク会って。って思うぐらい、すごい早く終わっちゃって。あっという間だったな、なんか。え、楽しかったんだけど、すごい、本当に。すごい全部があっという間に感じました。全部の日程早かった。まあ、次もねトーク会とかまだ何も出てないから、次いつ会って話せるかはまだ分かんない状態なんですけど、
また皆さんと会えるように楽しみにしてます。楽しかった。でも本当にありがとうございました。一個でもね来てくれた人ありがとう。早かったな。やっぱ光があるといいです。こんばんは。そしてね、昨日は黒フェスでした。楽しかった。配信で見てくださった方もね、わざわざ東京まで足を運んでくださった方も本当にありがとうございました。楽しかった。もう結構しんどかった言ってる時はもう倒れるんじゃないかなと思ったけど、なんとか最後まで踊り切ることができました。よかった。本当無事安心。本当にクロフェス楽しかった。もう私そんなに汗かく人じゃなくて、普段公演とかでもだけど、すっごいもう前髪ベトベトだったし、まあ、ノンストップっていうか、そんなねすごいフルサイズで何曲かこうあんまり普段やらないような曲だったから、そう本当に結構しんどかったっすねいやすごい楽しかったんですけどね、本当。ただそれなりに結構疲れました。アーカイブもねあるんですよね確か。ぜひアーカイブもあるので見てください。そう全部フルサイズだったんですけど、ゴナジャンプ、片思いファイナリー、制服の目、ワンツースリーフォーよろしく、愛してラブル、恋打ちフラグを来ましたじゃない披露しました。楽しかった。割となんか短い間で自分でパパパパって覚えたので緊張したんですけど、よかった。楽しかった。ほんとハートありがとうございます。ありがとうございます。いやなんかもう帰ってから寝ようかなとか思ったけど、今日も逆になんか眠たくなくて、昨日はでも寝落ちした。携帯見てたら寝落ちして、朝携帯充電しずに起きてしまって、ああやっちゃったーって思ったよね。イヤホンもそのままなんか落っこちてた。で久しぶりでしたもん、終電で帰ったのも。終電の一個前かな、終電の一個前に帰って家着いたのももう日付バリバリ超えてた。で寝たのが3時か。まあそんな日もあってもよろしいかと。なんだかんだで楽しいからね、なんかそういうのがいいよね。でも行きの車両は今日のねトーク会の普通に寝ちゃったけど、帰りはね映画見てた。昨日もなんか黒フェス終わりの新幹線帰りのね、すごい寝ちゃうだろうなと思ってたんですけど、逆に寝なかったです。寝れなくて結局映画見てました帰りはそんな日でした。メロンパンありがとうございます。ありがとう。まあでも帰ってお風呂上がって自分の部屋着いた時にもう極限に眠くて、急いで筋トレだけして、それ偉いんだよ私。昨日日付超えて帰ってきたのにお風呂一番最後だったから、私の家のルールなんですけど、お風呂一番最後に入った人がお風呂洗うんですよ。だから私お風呂洗ったのね。そう洗って筋トレもして寝たんよ。いや本当に自分よく頑張った、えらい。筋トレはね4月1日からしてる4月1日からやらせてもらってます。こんなに続いてるの初めてだよ。初めてです、こんな1ヶ月以上
筋トレが続いてるの。頑張ってるんだよ。そう、筋トレもしたんだよ、ちゃんと。偉いやろ。いや、なんかいい区切りだなと思って。4月1日から。いい区切りじゃん、なんか。だから。私、お父さん普通に寝てて、リビングで。そう、寝てたから、起こさなかった。筋トレはどの部分をメインにしてるの？私お腹がすごい嫌で、自分のお腹が。だからお腹を細くしたいなと思って、お腹頑張ってる。プランクを1分3セットと、あとなんかこうやってやるやつを100回を2セットやってます。でもそんだけだよ。10分もあれば終わる。10分もかかんないかな。でプランクは1分やったら1分休憩して大3セットだから5分かかる。プランクだけで5分と、あとこういうやつは100回を2セットですね。頑張ってる。こんばんは。やっぱいつもより明るいからさ、これ電気消した途端にさ、すごい暗って思いそうじゃない？ほら、めっちゃ暗い。私めっちゃくびれ欲しいんだよね。くびれが欲しい。お腹細くなりたい。昨日は何の映画を見たんですか？昨日はあのね、スマホを落としただけなのにっていう映画を見ました。昨日それ見て、でその続きの映画があるんですけど、それをさっきまで見てた。まだ続きあるけどね。囚われの殺人鬼っていう、そう、2個目のやつ。どっちとも映画館で見たんですけど、めっちゃ怖いんよ。マジで怖くて、もうマジで怖いんですよ、本当に。けど面白いの。なんか怖いんだけど、なんか見たくなる感じの映画。だから、あの、Amazon プライムで見てたんですけど、ぜひ Amazon プライム入ってる方、見た方がいいかと。なんかすごい知れます。あ、こういうところから、なんか流出していくんだ、みたいな、思いますね。すごい。めっちゃ怖い、ほんと。成田凌さんっていう俳優の方がいるんです。その人がマジで怖い。もう恐怖です。顔が怖すぎて。めっちゃ怖いんよ。いやでも怖いイコールやっぱ演技はすごい上手なんだなって思う。マジ誰目線だよ。いやでも本当に面白いから見てほしい。そう、最近ね、その2個目のやつが見れるようになったんですよ。そう、だからそれに合わせて1個目から見たい、もう1回見たいなと思って。そう、見ました、昨日の夜。でもほんと怖すぎて、私なんか見るの結構何回目かだから、ちょっと飛ばして見てた。怖いところだけ。そう、怖いところだけちょっとね、飛ばして見てました。あ、契約20日わぁ。そう、こう本当に怖いところだけね、もう自分が本当に思い出しそうなぐらい怖いところだけ飛ばす。そう、大体内容を覚えてるから、そう、あ、ここら辺怖かったなって思うと、そう、ババババッと飛ばしちゃう。
今日は雨でしたね。私傘を持たずに家を出てしまって、無駄な出費を、無駄にお金を使ってしまいました。傘を買いました、駅で。まあ今後も使うからいいんだけど。お風呂入る前にホラー見ちゃうと入りたくなくなる。めっちゃわかります。なんか気配を感じちゃうよね。なんかいるかもって思っちゃう。すごくわかるわ。今日梅雨入りしたね。あ、そうなんだ、梅雨入りなんだ今日。知らなかった。私の大っ嫌いな梅雨。私ね、折りたたみ傘すごい嫌いなんだよね。いや、すごいいいところもあるんですよ、折りたたみ傘の。折りたたみ傘のいいところはコンパクトなところ。まあそれだけなんですけど、私的には。いや、なんか思うんですけど、折りたたみ傘使うじゃないですか。使ったはいいけど、使った後どこにしまうんって思いません？で、それが嫌で、もう雨の日は絶対大きい傘持っていく。ビニール傘持っていきます。こんばんは。折りたたみ傘ね、なんか友達がくれたのがあって、晴雨兼用のめっちゃ可愛いよ。だから日傘はそれ使ってます。日傘あんまりしないけど、あんまりしないんだけど、気が向いたらしてます。こんばんは。なんかそのあれなんですよ、折りたたみ傘で極力手を濡らしたくないの。なんか私手濡れることがあんまり好きじゃないんですよ。そう、手濡れたって思っちゃうから、そう、それがすごい嫌なの。そうだから嫌い。こんばんは。そう、ビニール傘ってやっぱでも自分のかどれか分かんなくないじゃないですか。だから一回なんかガチャガチャで見つけたんですけど、あの傘とかにつけるなんかキーホルダーじゃないけど飾りみたいなので、サンリオのやつがあって、それをつけてる。マイメロちゃん、ちなみにマリンちゃんもつけてて、マリンはポンポンプリンつけてる。そう、マイメロつけてる。かわいいんよ、めっちゃ。雨嫌いだけどちょっとだけ気分上がるから素敵。そう、マイメロつけてます。なんかガチャガチャは普段あんまりやんなくて、昔もあんまりやっちゃダメだよって言われてたんですけど、本当に自分が欲しいかどれが出てもいいなっていうのだけ、あのね、やるようにしてる、ガチャガチャは。そう、やっぱガチャガチャで欲しくないものとか出ちゃう時あるじゃないですか。だからそういうことが起こらないように、ガチャガチャは本当自分がどれ出ても何にも思わないやつにしてる、やるのは。いや、でもガチャガチャ本当しないですね。なんかお金の無駄って思っちゃう。だって1回で300円とか取れるんだよ。絶対もっと他のもの買った方がいいって、個人的な意見ですけどね。まあガチャガチャもね、やっぱ
楽しめる要素はきっとあると思うんですけど、私は別にそこまでハマらない。私 UFO キャッチャーとかも好きじゃない、ゲームセンターとか。絶対あれだよ、気づけばもう 2,3,000円使ってるから、そういうのって。まあでも昔からね、ガチャガチャとゲームセンターは行かせてもらえなかったですね。そう、ちっちゃい頃はあんまり行ってなかった。なんかでも ああいうちょっとガヤガヤしたところあんまり好きじゃない、そのゲームセンターの。ああいうちょっとなんかいろんな音がもう飛び交ってるような、ああいう人の声が聞こえたりゲームの音が聞こえたりするところ行くと、なんか早く出たいってなっちゃう。なんか人の見るには全然いいんですよ、私。人がそのなんか UFO キャッチャーをしてるところを見るのは別にいいんですけど、まあ、いざ自分がやるってなると多分下手くそだし、普通に普通に下手くそだし、多分向いてないんですよね。そうだからやらない、やらない主義です、私は。そういうところは、お揃いじゃん、だって。あ、そう、前室のやつのつけてるんよ。写真あったかな、なんかね、あった気がするんだけどな。そう、でも前メロのなんか前メロのデザイン、赤色の前メロつけてます、傘に。お気に入り。やっぱそれがあるだけでね、一発で自分の傘ってわかるからね、素敵。涙袋めっちゃキラキラしてる。そう、涙袋見て、私こだわってんのよ。まあ、もともとないわけじゃないんですけど、もっとあった方が絶対にいいんですよね。そうだから、まあ、涙袋はもう命かけてるレベルで頑張ってます。どう？涙袋。こんばんは、やっほー。コンビニのくじとかもしない派なので、それはしましたコンビニのくじはしましたね。いや、したね。いや、すごいお金使った。2000円ぐらい使いました。いや、それはだって自分がどれ出てもいいやつだったもんだって。いや、本当にね、なんかあれは良くないよね。なんかね、目の前に推しメンがいるのに出ないっていう、もうって言って3回引いたかな、3回引いたんですよ。そう、目の前にいるのよ、自分が欲しい推しメンが、なのに出ないの。くじ運が低すぎて、なんなんと思って。そう、1回引いた時に、なんだっけな、なんか私ビジュアルハンガーみたいなのが欲しくて、でもハンガー1個家にあるんですけど、ほののさんがくれたのね。ほののさんがくれて、そう、それでもらったんよ。で、そこにいるんですそう、いつも見守ってくれてる私のこと。筋トレ した後に見るともう癒されちゃうぐらいにいるんですけど、そこに。そう、ビジュアルハンガーが欲しくて、私の推しメンのビジュアルハンガーがまだ残ってたのね。2人しかも2人残ってたの。だからこれは引くしかねえと思って。そう、そこにいらっしゃるんだから私が引くことに意味があるんだと思って引いたんですけど、1回引いたら、なんだっけな、アクリルスタンドみたいなやつだった。まあみんな好きだからね、別にいいんですけど、9人中みんな好きだしいいんだけど、まあ私の一番推しメンではなくて、まあもう一回引こうと思って、もう一回引いたら違うメンバーのアクリルスタンドだったので、もう一回引いたんですね、確か。もう一回引いたら、なんか色紙、サイン色紙みたいなのがあって、
でそれも、まあ、好きなメンバーなんだけど一番ってわけではなくて、そう結果アクリルスタンド2つとサイン色紙1つという結果になりました。いやーすごく悲しい。いやー本当にね、でもアミとマリンとイズリンがついてきてくれて、そうついてきてくれたんですよ。そうだから見守ってるよって言って見守ってくれてたんですけどね。そう、悲しい。まあいいです、でもいいんです別に。今日のゆずちゃんタイプすぎてしんどいですって。やだ嬉しい。あれじゃない、前髪切ったからじゃないですか。私昨日前髪切ってもらったんですよね、メイクさんに。最近ほんと美容院行けてなくて、ここ最近ずっと前髪長かったけど、今日だって短いもんね。どうですかパッツン。今来たから何の話してるか分かんない。あのね、くじの話してました。コンビニの一番くじの話してましたそう、ゲームセンターとか UFO キャッチャーとかガチャガチャはやらないくせにそういうのはやるよっていう話をしてましたそれだけです。そう前髪がね、そう長くて、そうクロフェス前にメイクさんがそういてくださって、会場にね、昨日アーティスカイエキスポにで握手会、握手会じゃないトーク会の前にたまたま巻いてもらって、そうだから昨日はねレアでした、巻き髪でトーク会。私髪の毛巻けないから自分で、だからもう初めてでした、髪の毛巻いてトーク会したのは。握手会って言っちゃうよね。めっちゃ言っちゃう握手会って。昨日の黒のワンピースも可愛かったね。あれもあの実はコラボしてる商品で、私の好きな。そう、もうでも買いに行った時にはねもうほぼ売り切れで、でもそれでもなんとか欲しくて組み合わせました、 T シャツとワンピース。あれ元々 T シャツとワンピースなんですけど、ワンピースだけどちょっとなんか足りないなって思って、そうマネキンが着てたやつをそのまんま買ってもらいました。可愛いからよしとします、お気に入り。お気に入りちゃん、そうでもほぼ売り切れだったんだよね、もう売ってなくて。確かなんかワンピースのサイズもあれがラスト1個とかだった気がします。だからよかったって言って危なかった。今日の服もでもお気に入りだよ。今日はズボンを履きました。早く会いたすぎてもう次のシングル出ないかなと思ってね。え次いつ出るんだろうね。早くトーク会したい。もうだって今日終わっちゃったからさ、もうしばらくそうやって会って話す機会がないから、次はいつ会えるだろうか。服買うとき悩まない？服はね悩みますね。
でも私一人で買い物ができないので、一人で買い物すると多分同じようなものしか買わなくなる人だから、誰かと一緒に行かないと。私服のセンスがまずないので、そのママとかと行かないとおかしな服になっちゃうから。イートミーとかの服に合いそう。イートミー可愛いよね。イートミー可愛いけどさ、似合うかしら。イートミーはもう吉田あかりさんのイメージでしかないな、個人的に。こんばんは。なんか頭痛くなってきたけど、痛いと思わないようにしよう。そうすると痛いと思う。痛くなっていくってことに気づいたから、痛いと思っても思わないようにする。こんばんは。もう私ね、お腹空きすぎてもう限界なんですよね今。やばい。やばいっすね、お腹が来すぎて。雨だからかな、多分そうですね。雨だとこうなる。なんか昔とかそんな痛くなった記憶ないんだけどさ、そう最近ほんとそういうの多いんですよね。服屋さんの店員さんに話しかけられたりしたらどうしますか？愛想笑い。なんか私基本的に本当知らない初めて会った人とかにパッて話しかけられるの本当になんか苦手なわけじゃないんですけど、どうしたらいいのって思うんですよ個人的にね。私人見知りなんです、極度の、こう見えて。いや、いつもなんか笑顔のイメージがあるから人見知りに見えないみたいなよく言われるんですけど、すごい逆で、私生まれつき人見知りっていうものがありましてね、本当に服とか見ててなんか、あ、お似合いになると思いますよみたいな言われると、あ、はい、こういう感じ、そうちょっと映画引きつってると思うわ。そうやって流す。でこの間も、昨日も新幹線行きに乗る前にスタバ寄ってから新幹線乗りたいなと思ってスタバ行って、私いつも頼むものにキャラメルソース多めでって言うんですよ。でまあそこまではまあいいんですけど、そう店員さんがなんか作ってくれた店員さんがキャラメルソース美味しいですよね、私も好きですみたいな言ってくださって、あそうですよねみたいな、そういう感じで返しちゃって、本当心の中では本当に申し訳ないと思ってるんだけど、自分の口がそうやって言っちゃうから本当に申し訳ない。こればっかりはもう仕方がないと思ってます。いや、なんかなんて返せばいいのよって感じなんですよね。遠くから全然人見知りな感じしなかったけど、だってそれは仕事じゃないですか。だってプライベートだよ。プライベートで急に話しかけられてもって感じじゃないですか。お仕事でそういうことをする職業じゃないですか。だから別にそこは緊張しないのよ。仕事モードに切り替えるから。自分も。美容院とか、いい質問。美容院はね、私ね友達に切ってもらってるんで美容院は大丈夫なんですよね。そう、美容院こそ緊張しちゃうよね。でも美容院はね、私お友達に切ってもらってるので特に緊張することもないし、特になしです、そこは。
友達が美容師なん。そうですそうです、お友達が美容師。もうずっと昔から切ってもらってます。もうめっちゃ昔から、ほんとお母さんの高校の同級生だから結構多分長いこと。美容師ってすごいよね、自分で何でもできるやん。自分で髪切りたいと思ったら切れるわけじゃん。すごくない？めっちゃいいよね。ショールームは何モード？ショールームは素、自分って感じです。特に何も着飾らず。あとね、すごいね、すごい申し訳、これも申し訳ないんですけど、なんかトーク会とかでなんか声が聞き取りづらくて、うんって言っちゃうことがあるんですけど、それは決して怒ってるわけじゃなくて、あ、もう一回聞きたいな、その人の声聞きたいなって思ってうんって言ってるんで、怒ってるわけじゃないっていうのを理解しておいてほしいです。まあ誰かに怒ってるのって言われたわけでもないんですけど、そうちょっとね、もう一回、もう一回って思う、もう一回のうんって思っていただけると。まあ難しいんだよね。お腹すいた。初見の方ありがとうございます。 SK48 チーム S のしぐれずきです。ありがとうございます。ありがとう。ちょっと前にも言ったけど言い忘れちゃった。紅茶飲めないから羨ましいだって。私紅茶大好きなんですよね。大好き、レモンティーが一番好き。昨日の夜新幹線でも飲んで1個で、今日の朝も1個買ってて、これ今日2本目。でも昨日結局日付超えちゃってるから3本目かな1日で。えぐ、レモンティーでも美味しい、大好き。コーラは飲み切ったのでしょうか。コーラね、私しか飲まないんですけどね、飲み切りました。この間もうペットボトルのまま行ったよね。もうこう行った。こんなでかかったけど、ペットボトル、こんなんだったよ本当に。もうこのまま行きました。美味しかったです。こんばんは。そう、こうやって飲みました。今日はじゃあ1時間、ちょうど1時間だから7時半までしようかな。こんばんは。
やっほー。なんかね、誰か下でさ、ルームランナーやってんだよね。めっちゃ音聞こえる。誰かが歩いてる音が聞こえる。多分ママだ。ママか。そう、すごいドスドス聞こえる。なんかウィーンって動いてる音が聞こえる。ママは定期的にやってるの？定期的にやってますね。ママはよく笑いながらやってる。ドラマ見て。そう、ドラマ見てママ笑いながらよくやってます。いきなり笑ってる。だから、あれ見てます。ドクター X、 ドクター X、 ドクター X か。そう、ドクター X 見ながらやってるから、すごい笑い声聞こえてくる。そう、いつもリビングにいて、和室なんですけど、ルームランナーやる場所がめっちゃ聞こえてくる。いや、でもほんとドクター X の米倉涼子さんマジかっこいいよね。みんな憧れるよ、あれは。そう、私失敗しないのでって言ってるドラマです。そう、それ決め台詞のドラマ。そうです、そうです。早く「タイタニック」も見なきゃ。テレビ最近録画いっぱいしてるから見ないと。まずはタイタニック見ようかな。イヤリングもう外した？あ、イヤーカフですか？そう、イヤーカフって言うんですけど、あれ外しました。もう耳痛かったから外した。耳かけ。そう、めっちゃ耳痛かった。すぐ外しちゃいました、終わってから。写真撮るまではね、頑張ってねつけてたけど、もう写真撮り終わってからもうさささって撮って、撮りました。そう、つけるのがね意外と難しい。私が下手くそなだけかもしれないけど、すごいつけるの難しい。タイタニック初めて見たけど面白かった。お、楽しみにしてきます。私もタイタニック見たことないから見ようっと。男の人がイヤリングとかつけてるのどう思う？あ、ピアスとかアクセサリーですか？全然好き。男の人がアクセサリーつけてるのすごい好きなんですよ。ネックレスとか、ネックレスとかピアスとか指輪とか、ええやんって思う。そう、ええやんって思います。ピアスの穴塞がってしまったぜです。ピアスね、私も開けたい、ほんと。ほんとに開けたい。高校卒業したら開けます。ここで宣言する。私、石黒柚希は、高校卒業したら、ピアスを開けます。いや、絶対ピアスの方が可愛い。これはほんとに、言えてる。こんばんは。
ヤッホー、痛い、指ぶつけた、痛い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 、お母さん悲しまない？全然なんならちゃんとしたとこで開けないよって言われるぐらいです。だってピアスの方が可愛いに決まってるじゃん、絶対可愛い、ピアスの方が。だってママも開けてるしママも開けてるし、ああパパはピアスとかネックレス、パパはしてないですね。パパ、いや結婚指輪だけ、婚約指輪、何あの指輪だけかもしれない。でもいつも指輪欲しいんですよね、今リングみたいなの欲しい、何箇所開けたい。でもなんか奇数の方がいいって言うよね、確かピアスって。だから3箇所かな、123とか21で開けたい。なんか奇数の方がいいって言いますよね、確か。シルバーとゴールドどっちが似合う？似合う方か。なんだろう、でも個人的にはシルバーの方が好きかも。でもどっちも似合う女になりたいよね。どっちも似合う女になります頑張ってどっちも似合う女になるわ、1年後でも目が行くのはね、やっぱシルバーなんだよね。そう、アクセサリーとかが、あ、可愛いなって思うのは大抵シルバー。まあ1年後ですけど。下は別にやりたいとは思わんけど、別にやってる人嫌いとか思わないよ。その人のまあ別に自由だし、似合ってればいいと思うけど、なんか普通に痛そう。私なんかご飯食べづらそうじゃない？あれはどうなってんだろうね、すごい気になる。私的になんか引っかからんのかな、歯磨きとかさするとき。歯磨きは引っかからんか別に、けどなんかさ、あれじゃない、ご飯とか不便そうじゃない？いや、わかんないけど、どうなんだろう、食べづらそうじゃん。だってなんかすごい気にせずに食べれなさそう、やっぱ気にかけちゃいそう、わかんないけど。そういえば昨日のイヤリング、あ、そうですそうです、高田しおりさんのブランドの、ソファンの方がプレゼントしてくださってつけちゃいました。可愛くてお気に入り、高田しおりさんね、すごいインスタいいねしてくださるんです。優しい、ちょっとしかお話ししたことないけど嬉しい。
そう、めっちゃキラキラしとって可愛いんですよ。お気に入り。私なんかあんまり痛くなかった。なんかいつもするイヤリング衣装とかもだけど、すごい痛いんですよ、挟むとイヤリングだけど、昨日のはそこまで痛い、痛かった、そなんかすっごい痛い、痛いわけじゃないけど、まあ、ちょっとだけ痛いかな。イヤリングは買うブランドとか決めてるの？特に決めてないです。可愛いと思ったやつとかを買ってもらったり、まああんまりイヤリングとかはなんか結構ファンの方にいただくことが多いので、あんまり自分では買わないかな。でも将来なんか指輪ぐらいはちょっといいところの買いたいなって思う。なんかイヤリングとかってさ、なんか日常的につけるの結構忘れちゃう気がするんですけど、なんか指輪とかだったら忘れなさそうじゃないですか。だからすごい魅力を感じるんですよね、指輪っていうものに。なんか常にこうつけてるの可愛くないですか。だからすごいいいなって思う。指輪キャッチボールしてたら川に落としたことある。めっちゃ悲しいやつじゃんそれ。髪の毛サラサラすぎませんか。だってやった、レピ光に当たってるから余計にそう見えるかな。どう、サラサラに見える？最近の若い子は腕時計しないでしょ。腕時計ね、まず持ってないですね。1個ぐらいしかない。1個持ってても1個か2つ、1個か2個かな。なんか腕時計してても多分見ないんですよね。こう腕の時計を見るっていう習慣がないから、絶対携帯で見る方が早いと思っちゃうんですよ、個人的に。そう、なんかあんまり魅力を感じないかも。いや可愛いとは思うんだけど、多分自分は多分つける習慣が多分ない、腕時計を。そう、絶対携帯で見ちゃう。時間は携帯が多いですね、見るの。私なんか携帯って常に私手に持ってるからさ、携帯触ってない時なんてほぼないんですよね、外出してる時。そうです、常に手に持ってないともうなんか落ち着きなくなるぐらいに、結構多分依存症レベルなんで。携帯ないと不安、ほんと何もできないもんだって。全部ここに入ってるから、ないと無理。ありがとうございます、インスタとかのコメント通知来るから見てますよ、ちゃんと。ありがとうございます、嬉しい。
スマホ携帯で普段何見るの？いろいろ見るよ。ツイッターもインスタも見るし、あと何見るんだろう。何見るかな。ツイッター、インスタ、あと移動時間は Hulu で何か見たりとか、 Amazon プライムで何か見たりとか、 YouTube も見たりするし、いろいろ見る。あと音楽聞いたり、 TikTok とか、あ、 TikTok も見ます。あ、全然上げてない。 TikTok 上げないと。エゴサは結構しちゃう方。します、全然。まあ別に悪いことじゃないしね、エゴサをするっていうのは。そう、例えばなんか初めましての、例えばトーク会で初めましてで来る一人じゃないですか。その人が例えばツイートしたとするじゃないですか。今日こんな感じの風だったみたいな、今日こんな会話したみたいな、ツイートしたとします。したらそこでその私がそのツイート見た時に、あ、この人こういう名前の人だって覚えれるわけだから、レポートとかしてくれると本当ありがたい。覚えれる一つのものになるんで全然汚さします。じゃないとだっていいねしないじゃないですか、ファンの方のツイートとか。エゴサってどうやってするの？普通に石黒柚木って検索する。まだやってるよ。妹が覗きに来た。焦る人が来ると。まあでもあと1分もないけどね、もう30分になったのでそろそろ終わりにしたいと思います。いや、多分ご飯ができたんだと思う。ありがとうございました。また明日、バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。またね。ありがとうございました。バイバイ。ありがとう。